要はさっき、ね、光ってたのってあれ歯石ですね。これがあるとさ、そのうち歯茎が炎症を起こしてきて歯周病になってきちゃうんですよね。で歯周病になってきちゃうと、要は歯があって歯茎があって、ここに歯石がついてるわけですけど、この歯肉に炎症が起きてきたり、歯を支えてる骨、歯槽骨を越えて炎症が起きてきちゃうと、歯肉炎があってさらに歯周炎になっちゃう。歯周炎まで行っちゃうともう治んないです、歯抜かないから。でもこれがつき始めちゃってるから、でついてるのは歯磨きしても取れないです。あの人間でも超音波スケアでギーン、それは麻酔かけなきゃできないんだけど、ほっとくとこのままどんどん進んでいく可能性があるんで、この予防のためにデンタルケアをしたいわけですね。でデンタルケアをしたいんだけど、これ毎日やらなきゃいけないことだから、歯ブラシと歯磨きの準備したら猫が寄ってきてくれないとできないじゃないですか。でそのためにしつけの基本をもう一度思い出してもらって、普段のフード手で食べますかね。はい、食べます。手、これ毎日やってください。手で食べさせて褒めてあげる。で手食べて褒めたら3つね、名前を呼んでアイコンタクトできたら手を食べさせて褒めてあげるとか、それからあとおいでっつって来てくれたら手を食べさせて褒めてあげるとか、プレートトレーニング、ハウスって言ってハウスができるようにするとか、できたらご褒美あげて褒めてあげる。みんなこれなんですよね。結局人間にとって都合のいいことをしてくれたら手を食べさせて褒める、これで強化するわけです。でここね、おいでっつってご褒美あげて褒める、もうこれをやってほしいんですよ。おいでっつってご褒美あげて褒めてあげて、ここで処置、また例えばデンタルケアですね、をやりたいと。で終わったらまたご褒美あげて褒めると。でこのデンタルケアの進め方、最初はもうこの前後は絶対やるとしてね、歯ブラシからさっきの歯磨きね、 CT って言うんですけど、ただ舐めさせるだけ、まあ、大体3日から1週間、まあ、これで舐めますよね。もうこの上で舐めるぐらいだから絶対舐めますよね。味はすごい好きみたいですね。でそしたら今度はね、マズルコントロール、これができないといけないんですね。軽く顔を持って舐めさせる、マズルコントロールして舐めさせる、また3日から1週間。さあ今度ここで初めてブラッシングが始まるわけです。だからブラッシングの前に軽くこれを持てるようになっておいてほしいね。舐めさせる、そしたらこのブラッシングはとりあえず前歯だけで、前歯のこと摂取って言うんですけど、まあ、1秒か2秒ぐらい、また3日から1週間軽く舐めさせて軽くこすってあげる。それができたら今度臼歯、さっきの奥歯ね、歯石ついてましたよね、そこを軽く撫でてあげる。こっちもこっちも1秒か2秒ぐらい、3日から1週間。そうしたら今度多分226秒ぐらいできるようになってます。そうするとこの時間を倍にして、倍にして、まずはとにかく30秒できるように目標に。でそれまではなるべくヘッドのちっちゃいやつをでやった方がやりやすいからやってほしいんですよ。でまずあのこの歯の表面でこういうところ、こういうところをブラッシングしてほしいんです。だから歯の表面ですね。で30秒できるようになったら、そしたら歯ブラシをちょっと人間用の歯ブラシを買ってきてもらって、人間の歯ブラシだと大抵こう二重の長さになってるじゃないですか。これ理由があってね、歯周ポケットでここね、このことを歯周ポケットというんですけど、ここの歯周ポケットにですね、悪玉菌がたまりやすいんです。この悪玉菌がたまってくると歯周病になってきやすいです。でこの悪玉菌の特徴がですね、空気嫌いなんですよ。嫌気性菌、空気の嫌いな細菌のことを嫌気性菌って言うんですけど、これがたまりやすい。だから歯の表面ができたら、今度ちょっとここの歯と歯茎の間を軽くブラッシングすると、歯のブラッシング先が少し歯周ポケットに入ってくれると、この中に空気が入るから、とこの辺が弱ってくると。だから歯の表面ができたら、今度は次は歯周ポケット、それで外側ね。でそれができたら今度内側の
歯の表面と歯周ポケット。そうそう、そこまでやろうと思うとね、30秒じゃ終わらない。そうですね、うん、僕らでもそうだけど、30秒じゃ終わらないじゃないですか。外とやったやつ、例えば1分か2分ぐらいやらなきゃなるわけですけど、いきなりそんな長い時間やっちゃ絶対ダメ。好きになってもらわなきゃダメだから、だから少しずつステップアップしてほしいし、やる前にご褒美と、終わってからもやっていいですかね。歯ブラシ終わったらご褒美あげて褒めると、それをやってもらえますか。それが一つ。それからあとおしっこの、これじゃあまあ後で説いてください。それともう一個ね、おしっこの回数多すぎます。だから泌尿器の問題がある可能性があります。だからもしだ、まあ今受付でちょっと検査の概算を出しますんで、一度全身人間ドック的な検査、おしっことか血液とかレントゲンとか、まあその辺の一通りの検査を一回受けた方がいいかなと思います。でもし異常があるなら治療した方がいいしね。正常の回数はやっぱりね、3回以内、1回か2回、多くても3回、うん、と4回とか、4回とか4回はやってます、ね、4回か5回するってことは1回の量が少ない可能性があるからさ。で、申し訳ないけど、このエキゾチック、エキゾチック消毒薬かな、この種類はね、病気多いんですよ、普通の日本猫とかに比べると、うん、だからまあ一回、今書かれてみたらあんまり検査したことなかったみたいなんで、まあ、一度検査するのもいいかなと思って、ちょっと費用かかることなんでね、一回概算出しますから、OK だったら検査しますし、まあ、ちょっとやめといてって言ったら、まあ、最低でもね、おしっこと血液は調べてもいいかなと思います、最低限ね。でも大丈夫だったら全部やった方がいいかなと思いますんで、あの概算をちょっと聞いておいてください。で、言っといてください、受付に。はい、じゃあこれね。でちょっとあの爪とか心臓の毛とかちょっときれいにしてもらいますね。でまたあのここにいる様子はね、あの動画で出しておきますから、はい、時間あったら見たってくださいね。ありがとうございます。はい。